身体好了什么都好，像我呢是家庭主妇，更加应该要健康。我运动了，我身体健康了，然后我再能保护我家人。痛いことがやれる、そのね、体が不調だったら単純その眠くてとかでもいいんだけど、やりたいことができないってね、良くないのかな。很有规律的，早上起来的第一杯就把这个水一定要喝，把这个肠子全部脏的东西全部灌下去，灌下去以后呢，你等一下的吃早饭以后的吧，吃早饭也挺舒服的。从大概是二月份、三月份开始打乒乓球，一直到现在，今年一年没感冒过。吃了中午饭，碗洗好就开始打乒乓了，一个小时到一点钟就休息了。一天不打球，好像感觉是好像有个什么东西没完成似的。太舒服了哟。毎朝こういうやる、これをね、大体20回やって、でも健康っていうのは全てね、自分の活動することの源だと思ってます。健康であれば食事も美味しく食べれるし、ビールやお酒なんかもね、美味しく飲めて、そうすることによって人との交際がどん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 こう広まっていくのよね。お酒は楽しいよ。時間は朝6時半ぐらいまでに起きて、でトイレ行って風呂入る、でトイレ入って風呂入ったら出て着替えながら歯磨きをして、でちゃっちゃっと荷物詰めてジムの用意とかして出る。朝ごはんは食べない。孩子身心健康好呢，孩子学习成绩好呢，孩子以后长大呢，他是一个对社会有用的人，哪怕他可能不是做得轰轰烈烈，他就是做一个很平凡的事情，我觉得这个也就是成功。だけどあんまり先のこと考えてもしょうがないから、もうそれこそ贅沢しないでね、だわ、つつましく生きていかないと。